こんばんは。全国の気象情報です。9月に入ってからは朝晩涼しかったり、昼間晴れた日は空気が乾いてカラッとして気持ちよかったりと、急に秋らしくなってきました。この先、明日明後日にかけては全国的に曇りや雨なんですけども、週末はまた秋晴れということで、天気変化も秋らしく短い周期で変わっていきそうです。まず明日なんですけども、明日の朝は秋雨前線が西日本、東日本にかかって低気圧も予想されています。で、この低気圧の東側には高気圧の縁を回るように南から暖湿気が流れ込んできますので、その暖湿気が流れ込む先、近畿や東日本で雨のところが多くなりそうです。で、日中になると低気圧が東に進むにつれて雨の範囲東へと移っていきます。で、この低気圧の南側で雲が発達する予想なんですけども、これが明日は伊豆諸島の南部や小笠原諸島にかかる恐れがありますので、局地的な大雨に気をつけてください。西日本の場合は明日の夜以降、雨の降り方に注意が必要となってきます。で、対馬海峡では風と風がぶつかって雲が発達する予想なんですけども、ここには秋雨前線があるんです。で、これがあさって木曜日にかけて西日本、東日本を南下していく予想になっていますので、この南下するタイミングでまた雨が強まったり激しく降ったりということになりそうです。で、木曜日、この前線が南下したからといって天気がすぐに回復するわけじゃありません。今度は上空の気圧の谷が通過してまた雨の強まるタイミングが出てきます。それではまず明日の予報から見ていきます。明日は北海道の太平洋側から九州北部にかけて曇りや雨、仙台でも昼頃から雨が降り出しそうです。西日本の場合は日中太平洋側で晴れ間が出る予想なんですけども、日本海側はずっと雨が降りやすいです。で、特に明日の夜以降は局地的な激しい雨や雷に気をつけてください。で、西日本の場合日中は蒸し暑くなります。でも関東は明日の日中も肌寒いです。なので上着や羽織るものがあった方がいいと思います。おしまいに週間予報、西日本と沖縄です。木曜日は一時的に雨が強まりそうです。で、その雨が強まるタイミングが2回あるかと思います。で、金曜日以降はまた天気が回復してカラッとした秋晴れ。でも来週初めはまた曇りや雨ということで、この先天気は秋らしく 2,3 日おきに短い周期で変わっていきそうです。東日本と北日本です。こちらでは木曜から金曜にかけて北陸を中心に激しい雷雨に注意が必要です。で、土曜日以降はまた秋晴れが戻ってくるんですけども、来週火曜日はまた曇りや雨ということで、こちらでも天気変化は秋らしくて短い周期で変わっていきます。以上、気象情報でした。